京王線は京王電鉄の鉄道路線である。おおむね以下の4つの定義があり、同社はいずれの定義も使用する。路線名称としての京王線。新宿駅から京王八王子駅までを結ぶ鉄道路線。先造区間である京王新線を含む。路線として正式なもの。本校では特起なければ、これによって記述。運転系統としての京王線。 上記1から、京王新線を除いたもの。新宿駅などの案内で対応される。京王線系統、京王電鉄の鉄道路線のうち京王線、相模原線、京馬,馬場線、動物園線、高尾線の総体、1372mm 基間各線。京王電鉄の鉄道全線。3、2、井の頭線を加えたもの。ただし1、や2と誤認されやすく。 使用される頻度は低い。新宿駅、新宿駅、明大前駅、調布駅、府中駅、部売、河原の駅、成石桜ヶ丘駅、高畑不動駅、北野駅、京王八王子駅、京王線は、東京都新宿区の新宿駅から、調布市の調布駅、八王子市の北野駅を経由して、同市の京王八王子駅までを結ぶ京王電鉄の鉄道路線である。駅ナンバリングで使われる。 路線記号はこ。東京の副都心、新宿と多摩地域の主要都市である八王子を結ぶ路線で路線名も東京の K、八王子の O に由来している。前線が東京都心方面への通勤、通学路線であり、沿線には主に住宅地が広がっている。新宿駅笹塚駅間は、線上部と合わせて複々線となっており、笹塚駅から 京王新線を経由して、都営地下鉄新宿線と、相互直通運転する列車も設定されている。京王線は、日本の鉄道路線としては珍しく、1367ミ、mm、リメートルの馬車機関を採用しており、直通先の都営地下鉄新宿線も東路線の規格に合わせてある。また、新宿駅からの一部列車は、北野駅から高尾線に直通運転を行い、 登山客数日本一の高尾山への観光、登山客を輸送する役割を担っている。調布駅から相模原線へ直通する列車も多く設定されており、多摩ニュータウンや相模原市と東京都心方面を結んでいる。2018年より、新宿駅京王八王子駅間及び、新宿駅相模原線橋本駅間で、有料座席指定列車の京王ライナーを運行している。 東路線と高尾線は、東日本旅客鉄道の中央線新宿駅、八王子駅、高尾駅間と競合し、相模原線方面では、新宿駅長山駅、多摩センター駅間で、小田急多摩線と競合している。京王電鉄は、他の鉄道事業者と比較して運賃が低廉であり、新宿駅八王子駅間においては JR が482円なのに、 対して京王は367円、新宿駅、高尾駅間は JR が561円、京王は367円、新宿駅、多摩センター駅間は小田急が377円、京王は325円となっており、運賃の安さは競合だ路線に対して強みとなっている。道路とは、国道20号や首都高速4号新宿線、中央自動車道と、 平行している。府中伊藤は国道20号にほぼ沿っており、成績桜川改正では川崎街道、北の街道に沿いながら浅川を遡っている。建設時の経緯から府中駅を境にして長い直線区間が少なくなる。京王の新宿駅の1日平均利用者数は70万人を超え、私鉄の利用者数としては東急電鉄の渋谷駅に次ぐ2位である。 朝の通勤時間帯は列車本数が非常に多いため、複線区間である明大前駅周辺で団子運転状態になり、標定速度が遅くなるという問題を抱えているが、京王線連続立体交差事業が完成すれば、いくらか改善される見込みである。副伏線区間である新宿駅笹塚駅間は、新宿駅1の3番線発着の線路が京王線。 4.5番線発着の線路が京王新線と呼ばれている。この区間の途中駅である、発大駅、旗ヶ谷駅は複々線化に際して、京王線側から線上部となる京王新線側にホームを移設したため、京王線側の列車は各駅停車を含め全て停車しない。新宿駅一の三番線ホームと点五番線ホームは、同一駅構内ながらやや離れて位置するため、 旅客案内では全車を、京王線新宿、後車を、新線、新宿と呼称している。初台、旗ヶ谷両駅に行くためには、列車種別に関わりなく、新宿側からは、新線新宿駅から乗車し、笹塚側からは、新線新宿行、または、都営新宿線への直通列車に乗車することになる。以下、本記事において、京王電鉄の新宿駅について単に、 新宿、新宿駅とあるものは、京王線新宿駅を意味するものとする。JR 新宿駅、小田急新宿駅のさらに西隣の地下2階に、南北に伸びる3面3線の京王線新宿駅を、南に出て、国道20号を地下でくぐる。新宿区から渋谷区に入り、海側2線が合流しながら、右に半径110メートルの急カーブを切り、 西南西に向きを変える。ここで、シーサスポイントを通過。国道20号の少し、渋谷方面よりの南側を走りながら、旧八大駅跡を通る。ここまではカーブが連続するため、ATS 時代には、原則信号現時並びににより、運転速度が制限されていた。旗ヶ谷駅を越えたところで、上り線は、京王新線と立体交差のため急勾配で地上へ、 下り線はしばらくしてから京王新線と同時に地上へ出る。ここまでの地下区間において、初台駅は京王線の当該区間の第2期の地下下によって一旦地下駅となった後に京王新線にホームを移設したため京王線側に旧駅跡が残っているが、旗ヶ谷駅はもともとが地上駅で京王新線にホームを移設後に京王線の 第3期の地下化が行われたため、京王線側は、地上部に、鉄道柵が残っている程度である。上り線のみ踏切が一箇所あり、地上区間が、他の山線より長い。そのまま上下線が、京王新線を挟む形で、高架の笹塚駅に登る。ここまでの地下区間は、主に、玉川上水の敷地に建設されている。旧発雷付近までは、比較的急な曲線が多い。 笹塚駅の手前で、東京都道4 2十号サメズ大戦線を越える。京王新線からの引き上線を挟みながら、高度を下げ、ここから、世田谷区の北端を時折、杉並区に入りながら、さらに西南西に向かう。神奈良通りを越え、玉川上水を越えたところに大田橋駅がある。大田橋駅手前までは高架であるが、ここから先は地上を進む。 明大前駅で井の頭線と交差する。小さな起伏を越え、右に大きくカーブを切るところに下高井戸駅がある。ここでは、左から東急世田谷線を迎える。下高井戸駅を出ると、再び起伏があり、向きを西北西に変え、車両基地のある2面4線の桜上水駅へ。続く上北沢駅は、京王線では数少ない島式一面の駅である。 上北沢駅付近からしばらく首都高速道路との距離が離れる。上北沢駅を出ると、高架駅の八幡山駅に向け駆け上る。八幡山駅は、京王線では唯一、ホームのない通過線があり、なおかつ外側に線が、本線の駅である。その高架により、カンパチ通りを超える。左に、高架の電流線を見ながら、高架線から駆け降りて、左にカーブを切って、 ロカ公園駅、西南西に向かって、カラス山川をまたぎ、千歳カラス山駅である。この付近はバイパスである国道20号と多少離れるが、旧道とは近い。この区間では、大田橋駅、千川駅間で、連続立体交差事業が進行中である。千川の谷に下り、これを渡ると地面は上がっていくが、線路は、さらに下って、霧通しに入る。調布市となり、 千川駅に着く。現在の千川駅は山手線の渋谷駅と同じようなホーム構造であるが、かつては島式一面であった。都道114号をくぐると、武蔵野大地の国分寺崖線から入間川の谷に突き出す。高架で進んで入間川をまたぎ、武蔵野大地の武蔵野面の絶上大地へ着地する。二面四線の筒子が丘駅で左に、 電流線を見送りながら、本線は崖に突き出しながら、国分寺崖線を再び下り、芝崎駅の先で野川を越える。そこから、地下トンネルに入り、国領駅構内で大きく、右にカーブを切る。ここから、再び西北西に向きを変え、東京都道11号、狛江通りと地下で交差する。地上自体は、踏切で交通が遮断され渋滞がひどかったが、 地下化により解消された。布大駅は地下化開業の際にスクリーンドアを採用したため、旅客がホームへ転落する恐れはなくなった。さらに右に曲がって、二面四線の調布駅へ入る。相模原線とのポイントを通過し、相模原線を左に分けると地上に出る。西調布駅を過ぎて、中央自動車道をくぐると右手に味の素スタジアムが見えてすぐが、飛田急駅である。 左右にカーブを切りながら、府中市に入り、市道の切り通しを越えて、武蔵野大駅へ。駅端からすぐに土手を登り、市道、西部玉川線、市道を越え、地上に降りて、右にカーブを切って、玉霊園駅へ。このカーブでは、京王の曲線制限としては最も高い時速 105km 制限の標識が立っているが、最高速度を出す列車は、 先行列車の関係で、直後の信号で、減速信号にかかることが多いため、この最高制限速度を出す列車は少ない。続く東府中駅は下り線のみ対比線を持ち、さらにその南隣に、競馬場線専用ホームがある。競馬場線を左に分けて、急行周回道を斜めに横切り、線路も左にカーブを切りそのまま高架へ登っていく。 小金井街道を越えて2面4線の府中駅に着く。府中を出たらすぐに、欅ヤキの幹通りと府中街道をまたぎ、JR 武蔵野線と交差して、大きく左にカーブを切りながら地上に降り、進路は南南西になる。ここで、再び旧甲州街道の踏切があり、部前河原の駅へ。この駅の途中で立川が線があり、ここから南は高架駅となる。 その崖線下に沿って JR 南部線のホームがある。市道と鎌倉街道旧道を越え、地上に降りる。振り切ったところで、中央道をくぐる。再び右にカーブを切りながら、西南西に向かって高架に上がり、中川原駅である。ここで振動と合流した鎌倉街道を再び越える。左にカーブを切り、新道を、再び南南西として多摩川を越え、多摩市に入る。 右に急カーブを切って、成石桜ヶ丘駅である。この駅は古くはカーブの途中にあったが、高架化の折に駅ホームの一部を直線としている。ここから川崎街道の北側に沿って走る。野園街道の一部立体交差を越えると、左から玉丘陵が迫る。日野市に入り、ここからは玉丘陵と玉川の間の狭い平野の南端近くを走ることになる。 地平に降りて右、左にカーブを切ると、もぐさえに駅。しばらく直線で進むと、右からほどくぼ側が迫り、これを越えると、玉まレールの高畑不動駅をくぐる。同時に、都道503号相模原立川線と交差する。高畑不動駅は、動物園専用のホーム、線路を入れて三面五線の駅である。時速 45km の低速で左にカーブを切り、 右折した川崎街道と交差し、さらにその直進方向である北の街道に沿う。左に曲がって南西を向く。さらに左折すると南平駅である。右に曲がって平山橋を渡ると道155号と交差し、左に曲がると平山城市公園駅である。八王子市に入って浅川北の街道に挟まれるように右に大きく曲がり、 勾配を登りながら精神すると長沼駅である。その先で北の街道が左から迫り、これと交差する。なお都道を左に見ながら再び登り勾配となり、直進し、右にカーブして湯戸の川を渡り、高架2面4線の北の駅となる。国道16号八王子バイパスを越え、直進する高尾線に分かれて、右にカーブし、西北線を向く。左から、 横浜線が迫り、並ぶところで、野縁街道の立橋をくぐる。横浜線を左に分けると、すぐに中央線、八甲線の高架をくぐる。左にカーブしながら、地下に潜って行き、北西を向いて一面二線の京王八王子駅に至る。京王電気軌道が1913年、笹塚駅調布駅を開通させた。その後、小刻みに延長を繰り返し、 新宿大岩家駅府中駅間を1916年に全通させた。当初、新宿駅笹塚駅、調布駅府中駅国分寺駅はバス連絡を行っていた。新宿八王子間の鉄道は、後部鉄道が1889年に開業し、鉄道国有法により1906年には、間接鉄道の中央本線となっていたが、 江戸時代までの主要交通路だった甲州街道からはかなり北方に離れ、中野立川間ではむしろ、大梅街道や五日市街道に近い武蔵野大地を直線で結んでいたのに対し、この京王電気機動線は内藤新宿から高井戸塾や沼田五宿を経て、府中宿まで甲州街道に沿って、かつての各宿場を結んでいた。府中駅東八王子駅間は、 関連会社の玉南電気鉄道により1925年に開業した。同区間は国から補助金を得るため、軌道法に基づく軌道ではなく、地方鉄道法に基づく鉄道として、期間線6 7 m m で建設されており、京王と玉南とは直通運転できなかった。玉南は中央本線との競合を理由に結局は補助金を得られなかったため、 1926年に、慶応が多摩南を合併。改めて軌道特許を取得して、同区間を、期間線3 7 2ト、mm、ルに変更した。新宿追い分けから、東、八王子間の直通運転が開始されたのは1928年のことである。慶応線の旗ヶ谷駅伊東は戦前、甲州街道を走る軌道であった。新宿方の起点は、現在は、 新宿駅西側の京王百貨店、地下2階であるが、古くは南口の JR の線路を乗り越えた先の新宿追い分けであった。1936年、旗ヶ谷より新町までは、玉川上水を暗挙とした上に専用軌道を敷設。新宿来ても追い分け交差点上から、脇の四谷新宿駅に移転した。戦争末期の1945年、 現在の新宿発大館に相当する場所にある天神橋変電所が空襲により被災し、電圧低下で新宿駅南口の古墙橋を電車が登れなくなったため、急遽西口の現在の場所にターミナルが作られた。以降も新宿駅と文化服装学院前との間、約1キロメートルは公州街道上に軌道が敷設されていたが、1953年に道路中央を 専用軌道化した。しかし、新宿駅周辺の甲州街道上り線を横切る、踏切に遮断機が設けられていなかったことによるトラブルが相次ぎ、また、甲州街道自体拡幅の必要に迫られ、京王線軌道時期を移設することになった。こうして、新宿駅は1963年4月に、現在の地下駅が完成し、同区間が地下化された。 同年8月に、河川電圧を1500ボルトに昇圧。京王線の地下化は、第2期として、翌1964年に、初台駅の西側まで延長され、1978年には、前期の京王新線開業で、新宿笹塚間の複々線化が実現し、その後の1983年には、第3期として、笹塚駅東側まで近く間が延長された。 なお、京王新線の開業と引き換えに、京王線の各駅停車を含む全列車は、初台、旗ヶ谷両駅を通過することになり、スピードアップが図られた。京王線は、府中や、金剛寺の門前など、古代からある町を通り、沿線には一定の交通需要があったが、競合する国鉄中央本線や関東の他の大手民鉄と、比較すると、輸送力の増強は遅れた。 しかし、第二次世界大戦後に、東京都の多摩地域では、人口が急増し、京王グループ自体も、京王不動産による住宅開発を含めていったことで、京王線の乗車人員は激増した。さらに1968年、運輸省の都市交通審議会が答申第10号で、路化公園から新宿、市ヶ谷を経由して、住吉町に至る、 東京10号線計画を示し、同年中の建設小告示で、西側の出発地が、調布、1975年の同審議会第15号答審では、橋本へと延伸されて、京王線は京王新線、都営新宿線、相模原線の各線と一体での輸送力強化が、図られた。1971年からは、多摩ニュータウンへの入居が開始され、 当初は、成績桜ヶ丘駅で、京王電鉄バスとの接続、1974年の、相模原線京王玉川京王玉センター間、延伸開業後は、新宿調布間での直通電車運転により、ニュータウン住民の主要通勤路として、京王線が相模原線と共に利用された。このため、京王帝都電鉄は1963年に、特急運転開始、 1970年に全線、複線化を行った。さらに、上記の新宿地区で行った、専用軌道化、地下化や京王新線の建設以外でも、各駅ホームの延長や、京王八王子駅の地下化、長府駅周辺での地下化と相模原線との平面交差解消など、列車の増発や長編成化を実現するための設備投資を続け、輸送力の増強を進めた。 過去の京王線のダイヤ改正、改定について記述する。2013年2月22日ダイヤ改正前の京王線新宿駅の発車案内、京王電鉄の基軸となる路線であり、相模原線、高尾線といった支線区や相互乗り入れを行う都営地下鉄新宿線への直通列車も多数、運転される。なお、相模原線直通列車については、 京王相模原線を参照されたい。多様な列車種別と環球結合に配慮したダイヤ、かつ最高速度時速110キロメートルの高速運転の実施によって東京の副都心である新宿と多摩地域の間での都市間輸送にも対応している。2001年のダイヤ改定で、それまでの高尾山口駅発着の急行に代わって準特急が設定され、 京王線新宿駅調布駅、府中駅間を、それまでの京王八王子駅発着の特急と同じ、所要時間で結ぶ列車が1時間あたり6本に増えた。さらに、2013年2月22日のダイヤ改正以降、平日と休日ともに1時間あたり6本の京王八王子駅、高尾山口駅発着の特急の間に20分間隔で、 橋本駅発着の特急が設定され、土曜、休日は高尾山口駅発着が準特急となった。このことにより、日中の新宿駅調布駅間を最速で結ぶ列車は1時間9本となっている。2015年9月25日のダイヤ改正で、日中の橋本駅発着と平日の京王八王子駅発着の特急は準特急に変更されている。 2018年2月22日のダイヤ改正で、初の座席指定列車である、京王ライナーが設定された。新宿駅、京王八王子駅、高尾駅間は、中央線と共同し、高速運転によるサービス工場も実施されているが、平日ラッシュ時には、相模原線からの直通列車と、京王線列車双方の多数の列車が、調布駅、新宿駅間で運行されており、 複々線区間が短いこともあり、所要時分が長くなってしまう不利な面も持ち合わせている。平日、土休日の拡大夜は基本的に大きく朝、昼、夜間、深夜に分けられ、早朝を除く朝間は不規則ながら、ほぼ10分間隔、昼、夜間20分間隔、深夜は12分間隔である。昼、夜間は昼間、夕方、夜間に細分できる。 なお2006年8月までは、土休日ダイヤが、オフダイヤとシーズンダイヤに分けられていた。近年のダイヤ改定により、1本の列車を2つ以上の種別、行き先で運行するダイヤが多くなった。2018年2月22日のダイヤ改正以降、このような列車の行き先は、最終的な終着駅を表示したまま変更せず、途中駅で種別の表示のみ変更している。 2018年2月21日までは、行き先は、その種別で運行する区間の終点を表示し、その駅の到着時に、新たな行き先と種別の表示を、両方変更していたが、上りの都営新宿線直通快速、区間急行に関しては現在と同じく行き先は、変更せず、新鮮新宿駅で種別のみを各駅停車に、変更していた。 例として2015年9月25日ダイヤ改正時点で、種別、行き先変更がある列車としては、以下のものがあった。2013年2月22日のダイヤ改正で、都営新宿線内は、各駅停車と急行の2本立てとなった関係で、京王の旅客向け路線案内では、快速、区間急行は、新鮮新宿駅から、各駅停車になる、胸の尾行が記されている。 京王ライナー2019年2月22日からは、京王線新宿行きの京王ライナーも設定された、京王線新宿始発の京王八王事業、橋本航路に系統で運転される、京王電鉄発の有料座席指定列車。京王線新宿駅発の下り列車は平日、ダイヤでは16時40分発から23時20分発まで、土曜。 休日ダイヤでは16時20分発から23時発まで設定されている。2019年2月22日以降は朝に新宿駅にの上り列車も運行されている。全列車が KO5000 系で運行される。k 王ライナーでの運行時にはロングシートからクロスシートになり、車内の照明も暖色系のものとなる。乗車には座席指定券に410円が必要だが、 下り列車については、府中駅及び、相模原線京王長山駅以外の停車駅から乗車する場合は、座席指定券なしで乗車できる。2018年11月以降、高尾山口発着の臨時座席指定列車も運転されている。特急急線京地下鉄直通対応車の特急、京王線新宿駅京王線の路線図では、ピンク、英語では、 スペシャルエクスプレスと表記される。京王線新宿駅発着の折り返しで運転される。ダイヤの乱れが発生しない限り、京王電鉄の車両のみで運転される。1963年から定期運転を開始し、当初新宿駅京王八王子駅間最速40分運転で設定された。五0系時代に最高速度時速 105km への引き上げと、 最速所要時間三十五分への短縮が行われ、二千一年三月の改定で、調布駅北の駅京王八王子駅間の最高速度時速百十キロメートルへの引き上げと最速三十四分化が行われた。その後、府中方面を走る特急については、シーズンダイヤの分割併合と運転パターンの違いにより所要時間が伸び、二千六年九月のダイヤ改定で、 調布駅地下加工時に伴う除行運転のため、最速所要時間はさらに増加し、時刻表上の最速所要時間は下り37分、上りは39分となった。2013年内夜改定以後の最速所要時間は、上り下りともに38分、日中の標準所要時間は下り42分、上り41分である。百九十二年から二千一年三月の、 ダイヤ改定までは現在と停車駅が異なる、相模原線系統の特急も運転されていた。現行ダイヤでは、京王線新宿駅京王八王子駅間、京王線新宿駅高尾山口駅間、京王線新宿駅橋本駅間の3系統が運行されている。土休実については、京王八王子駅発着以外の運行は少数派の設定となっている。 その他にも平日朝には、京王玉センター発京王線新宿駅が運行されている。最速立つ列車の京王ライナーには、京王八王子8時25分発、特急新宿駅が調布で抜かれる。また、途中駅で種別が変わる列車も運行されており、朝晩には、京王線新宿駅高畑不動駅間が、特急、高畑不動駅京王八王子駅。 高尾山口駅間が各駅停車になる列車がある。途中駅で種別が変わる列車については2018年2月22日ダイヤ改正より最終的な行き先を常時表示し、種別のみを変える形となったため、表示は例えば下り列車の場合、特急京王八王子高畑不動駅から確定京王八王子などといった形となっている。2018年2月21日までは、 行き先と種別の表示は両方変えられ、表示も、特急高畑不動、高畑不動から確定京王八王子業といった形で切り替えて表示しており、京王線新宿駅発高畑不動駅行き、高畑不動駅より、確定京王八王子駅行きといった形で案内されていた。平日朝ラッシュ登りは運転されず、代わりに、区間急行、急行あるいは、準特急が運転される。 1982年11月からは順次重量編成車両が充当され、1992年のダイヤ改定で、京王八王子系統については、同年に導入された8000系重量編成に統一された。2001年3月の改定以降は再びた系列も使用されるようになり、現在ではすべての列車が重量編成で運転される。 旧線系30番台に関しては、2013年2月22日のダイヤ改定で、都営新宿線直通列車と運用がリンクしていた、昼間時の相模原線内を理解し確定が廃止されたことで、都営乗り入れ車の必要な運用が削減されたため、運用される機会が増えている。これは、都営新宿線直通を除く重量編成で、運行される他の種別でも同様である。 ただし、ダイヤが大幅に乱れた時は8両編成で運行されることがある。2001年3月のダイヤ改定により新種別の準特急が設定されて以降、多くの特急ダイヤは準特急に種別が変更された。東日本大震災に伴う2011年夏の節電ダイヤではすべての特急が一旦運行休止になり、 電力需給の改善に伴う節電ダイヤ終了後の同年9月23日のダイヤ修正で土休日の京王線新宿駅高尾山口駅間の一往復のみ復活したものの2012年8月19日のダイヤ改定でこの一往復も準特急へ種別が変更され再び運行休止となった2013年2月22日のダイヤ改定で 特急の運行を再開したが、京王線内については、部前河原の駅、北の駅が停車駅に加わり、実質的にそれまでの準特急が、特急に種別を変更されたものである。また、このダイヤ改定により、相模原線系統の特急も復活した。2006年までは、土曜、休日シーズンダイヤでの高畑不動駅で連結、切り離しを行う京王線新宿駅。 京王八王子駅、高尾山口駅間の運転、1992年までは一部の特急に、神馬、高尾と相性を付与したこともあった。準特急8000系の準特急京王線、新宿行き京王線の路線図では、オレンジ、英語では、セミスペシャルエクスプレスと表記される。特急と同様、定期運転では、京王線新宿駅発着で運転され、 ダイヤの乱れが発生しない限り、京王電鉄の車両のみが使用される。2001年3月に、休校や平日、夕夜間の通勤快速を置き換えて新設された、速達列車で、当時の特急停車駅に、部前河原の駅と北の駅を追加した種別であった。2006年9月のダイヤ改定までの日中の、高尾山口駅までの下り所要時間は、 シーズンダイヤ時を除き47分であったが、実際には夜間に時刻表上45から46分で結ぶ列車も設定されていた。上りの高尾山口発の列車は高尾駅に加えて北の駅での停車時間も長かった。これは北の駅で京王八王子発との同時進入ができず、先に到着して待ち合わせる形となるためである。現行ダイヤでは、 京王線新宿駅京王八王子駅間、京王線新宿駅高尾山口駅間、京王線新宿駅橋本駅間の3系統が運行されている。平日の高尾山口駅発着列車は朝のみ設定されている。その他、平日朝に京王線新宿駅京王多摩センター駅間の 列車が平日夜に京王線新宿発高畑不動駅の列車が運行されている。下りのみ、調布駅で京王ライナーに抜かれる列車がある。また、途中駅で種別が変わる列車も運行されており、朝晩には京王線新宿駅高畑不動駅間が準特急、高畑不動駅京王八王子駅、高尾山口駅間が各駅停車になる列車がある。 このような列車の行き先と種別の表示の変更は、特急に準ずる。平日朝ラッシュ再混雑時間帯の上りは、準特急は、特急と同様運転されず、代わりに、区間急行、急行が運転される。他の鉄道事業者においては、準特急に相当する列車に、快速急行という種別を使用するか、特急の停車駅を増やした上で、旧来の特急を、 快速特急に昇格させるかのいずれかを取るケースが通常であるため現在準特急という種別の列車を運行する鉄道事業者は日本全国でも京王電鉄のみとなっているただし過去には小田急電鉄や近畿日本鉄道でも走っていたことがあった全列車が重量編成で運行されており使用車種は特急と同じであるただしダイヤが 大幅に乱れた時は8両編成で運行されることがある。2001年3月の設定当初は、平日ピルマは、京王線新宿駅京王八王子駅間の列車と京王線新宿駅高尾山口駅間の列車が10分間隔で交互に運転された。平日の夕方、夜間は京王線新宿駅京王八王子駅間で10分間隔の運転であった。 休日は早朝、深夜以外の運転で、京王線新宿駅京王八王子駅間の列車と京王線新宿駅北野駅間の列車が10分間隔で交互に運転されていた。2011年3月11日のダイヤ改定で、オフピーク通勤による朝の混雑緩和を目的とした、早朝淳徳が平日午前6時台の京王八王子初登りに3本設定された。 改定当日に東日本大震災が発生し一時運休したが、その後企業、団体独自のサマータイム導入が広まり、需要が高まったため、同年7月に実施された節電ダイヤで、高尾線直通列車が1本増発され計4本となった。2011年には、夏の節電ダイヤに伴う日中の一部時間帯や、同年と2012年の年末の期、 金曜の23時台には、高畑不動業の臨時列車が運行されていた。2013年2月22日のダイヤ改定より、土休日の高尾山口駅発着列車のみの運転と、成慶応八王子駅発着の全列車と、平日日中の高尾山口駅発着の準特急は、すべて特急に種別が変更された。高尾線内は、各駅停車となるが、急行は、 高尾線内での通過運転を継続しているため、急行とは、千鳥停車の関係となっている。実際にはそれまで、京王線、新宿北野間を準特急、高尾線内を各駅停車として運転していた列車を、全区間同士で準特急として運転するよう、変更したものである。2015年9月25日のダイヤ改正で、笹塚駅、千歳から須山駅が、停車駅に追加された。 さらに、京王八王子駅発着列車が復活し、相模原線直通の列車が新設され、平日日中に、京王八王子駅発着と、橋本駅発着が20分間隔で、夜に、京王八王子駅発着が20分間隔で、土休日に、高尾山口駅発着と、橋本駅発着が20分間隔で、運転されるようになった。その他、平日朝には、 京王線新宿発京王玉センター行が設定された。また途中で種別が変わる列車が設定され、早朝に京王八王子駅始発で、確定高畑不動駅行き、高畑不動駅より準特急京王線、新宿駅行きが設定された。2018年2月22日のダイヤ改正で、平日の朝夕ラッシュ時間帯にも一部の種別を準特急へ置き換えて、 運転本数を増加。これに2019年2月22日のダイヤ改正でも上り、京王摩センター駅発と、橋本駅発、各一本ずつの新宿駅行きを急行から、準特急に格上げした。また、競馬開催日の臨時系統として、府中競馬専門前駅発京王線新宿駅行、臨時準特急が3本設定された。 2020年2月22日のダイヤ改正で、平日の一部の列車が変更され、始発列車の新宿駅発高尾山口駅業が、高畑不動駅から各駅停車高尾山口駅業となり、早朝の高尾駅発京王線新宿駅行きも一本、設定された。かつては、フルカラー LED の行き先表示器を搭載した、7000系、8000系、9000系は、北たのまで、 全面表示は、北野と高尾山口まで先行を、側面表示器は、淳徳北野、北野から確定高尾山口行、高尾山口まで先に到着といった形で切り替え表示していた。現在は淳徳級自体が、北野駅、高尾山口駅間の各駅に停車するようになったため、このような案内は行われていない。急行5 0系による、急行京王線の路線図では、グリーン、 英語では、エクスプレスと表記される。日中は、大半の列車が、京王新線笹塚駅都営新宿線内、急行元八渡駅発着の折り返し列車となっている。通勤・急行の種別があった1992年までは、筒じが丘駅を通過していた。多くの列車は重量編成で運行されるが、一部の都営新宿線直通に、 都営地下鉄の車両による8両編成の運用がある。ほか、土休日の京王線新宿駅発着の一部列車や、府中京和正門前発の急行の一部も8両編成で運行される。2006年9月のダイヤ改定で、都営新宿線直通列車の大部分が10両編成となったため、10両編成での運転本数が増加した。京王線系統の急行は現在、 平日朝の京王八王子発京王線。新宿業と高尾山口発京王線新宿業が3本ずつ。京王線新宿発京王八王子業と京王線。新宿発高畑不動業と高畑不動発。京王線新宿業が、それぞれ1本。平日夜の京王八王子発京王線。新宿業が3本。土休日朝の京王線新宿発高尾山口業が1本。 都営新宿線内発高尾山口行が2本が設定されている。2001年3月までは昼までも京王線新宿駅高尾山口駅間で夕方ラッシュ時を除き運行され京王八王子発着の特急を保管していたが、この系統は2001年3月のダイヤ改定で準特急に種別が変更された。2013年の改定前までは 土休日夜間の一部列車が、京王八王子駅まで急行として運行される、以外は、京王線新宿駅高畑不動駅間の運転となるが、ほぼすべての列車が、高畑不動駅から、各駅停車京王八王子業として、直通運転していた。また、土休日の早朝にも、京王線新宿駅高畑不動駅間は急行高畑不動駅からは、 確定高尾山口業の列車が存在していた。かつて、土休日に多数設定されていた新宿、玉動物公園間の急行列車も2001年3月のダイヤ改定以降に急激に削減され、土休日の午後に3本設定されていた、玉動物公園駅発新宿行の上り急行列車も2013年2月のダイヤ改定で廃止された。このほか 2001年3月のダイヤ改定までは、土休日のシーズンダイヤに、新宿玉動物公園、高尾山口間の分割運用も設定されていた。そして、2021年3月のダイヤ改正で、玉動物公園発着の設定がなくなった。臨時列車としては、東京競馬場での競馬開催日の夕方には、府中競馬正門前発新線新宿業が運転される。 元日の終夜運転では、高尾山口行の休行が3本設定されており、京王線新宿発は、向え光号、都営新宿線発は、向え光輝き号と称していたが、2019年より、向え光号の名称を、京王ライナーに譲ったためで、社名なしの休行となった。相模原線系統の休行は、2013年2月22日改定以前は、 ほぼ終日にわたり運行されており、その多くは都営新宿線に直通していた。平日の朝夕は新宿線内は各駅停車となり、この場合は上りは急行の新線新宿行、下りは橋本、または京王摩センター行となり、新宿線内は確定として案内されていた。日中は20分間隔で都営線内でも急行運転を行った。 現在は、京王線新宿駅橋本駅間、都営新宿線橋本駅間の2種類の系統が設定されているが、運行はいずれも平日の朝夕のみである。平日朝は、下りが京王線新宿駅発の2本と、都営新宿線からの4本、上りが京王線新宿行と、都営新宿線直通1本ずつ設定されている。平日夕方は、上りが、 京王線新宿行6本と都営新宿線直通の毎時2の3本程度、下りが京王線新宿駅発が22時台に3本と都営新宿線直通の毎時3本設定されており、下りの一部は京王多摩センターから確定となる。2011年3月11日の東日本大震災及び発電所停止に伴う電力事情悪化により、 半年近くにわたり、新宿線内での急行運転が中止され、同年夏の節電ダイヤでは、日中の急行は、快速と入れ替わる形で、京王線新宿駅橋本駅間での運転となっていたが、9月23日からは、新宿線内での急行運転が、本格的に再開されたことに伴い日中の急行は、再び、本ヤワ駅橋本駅間での運行となった。また、 朝や夕方以降には、京王線新宿駅京王玉センター駅、橋本駅間の急行も運行される。2012年8月19日のダイヤ改定で、夕方の都営新宿線直通急行については、一部を除いて快速へ種別が変更された。2013年2月22日の改定で、都営新宿線直通の日中の急行は、京王線内は区間急行に置き換わった。 このため、現行ダイヤでは、平日と休日ともに唯一昼間時の運転がない種別となっている。平日朝、夕方以降に運転される、橋本市発新線新宿業は、新鮮新宿まで、全面表示器で新線、新鮮新宿と元八幡まで先行を、側面表示器で、急行新線、新宿、新鮮新宿から確定元八幡業、 元屋形まで先に到着、都営新宿線直通をそれぞれ交互に表示する。区間急行急線系による、区間急行京王線の路線図では、オリーブ、英語では、セミエクスプレスと表記される。2013年2月22日のダイヤ改定により、新設された種別であり、当初は、ダイヤ改定前の通勤快速と同一の停車駅で、通勤時間帯以外にも運転されている。 2013年改定から2015年9月25日改正までは、新宿駅調布駅間は急行と停車駅が同じだったが、2015年改正以降は、京王線新宿駅東府中駅間は、急行停車駅と仙川駅に停車し、その他は各駅に停車するようになった。2020年2月改正のダイヤでは、都営新宿線橋本駅間の系統を中心に運行されており、 日中は1時間あたり3本が設定されている。このうち、平日午後下り2本及び、土休日午後上り2本は、都営新宿線内急行で運転される。加えて、早朝と深夜には、京王線新宿駅橋本駅間の列車が設定されており、平日朝の上りには、京王八王子駅、高畑不動駅京王線新宿駅間の列車も設定されている。 なお、2020年10月30日のダイヤ修正で、高尾山口駅発着の設定がなくなった。多くの列車が10両編成で運行されるが、都営新宿線直通のうち都営車が使用される、列車の一部の列車、早朝の京王線新宿発橋本業2本は8両編成で運行される。快速9030系のフルカラー LED 表示、京王線の路線図では、ブルー。 英語では、ラピットと表記される。東八王子業と停車駅が異なる、京王玉川業の急行が快速と改められた、ことで生まれた種別である。2001年のダイヤ改定で、各駅停車が削減され、この代替として、八幡山駅、千川駅の二駅が、停車駅に加えられた。その後、2013年2月のダイヤ改定で、停車駅に、西調布駅、 日田急駅、武蔵野大駅、玉霊園駅が追加され、調布駅伊勢は各駅に停車するようになった。相模原線系統の快速は、平日の朝と夕方、夜間以外はほぼ終日運行されており、京王線系統の列車も平日の朝に運転されている。都営新宿線直通快速は 60km ほどの長距離を走るが、全区間で通過するのはわずか6駅である。 それでも大半の列車は筒子が丘駅で各駅停車を追い越す。上位種別に追い抜かれる快速もあり、2003年の改定までは通勤快速に抜かれる快速も設定されていた。このような場合、所要時間は各駅停車とほぼ同じである。2013年2月のダイヤ改定以前は、日中は京王線新宿駅橋本駅間では、 上位種別の列車に抜かれることなく先着していたが、この海底で相模原線特急が復活したため昼までも調布駅で相模原線特急に抜かれるダイヤとなった。2015年9月のダイヤ改正以後は、八幡山で準特急の通過待ちをするダイヤとなった。震災及び各発電所の停止に伴う2011年夏の節電ダイヤで新宿線内の休行が、 運転休止になり、日中の休行が、京王線新宿駅発着となる代わりに快速が、元谷ワ駅発着となった。2011年9月23日以降は再び、京王線新宿駅発着の運転に戻されていたが、2015年9月25日ダイヤ改正で、再度元谷ワ駅発着となった。2015年9月25日改正以前の、ダイヤでは、 都営新宿線橋本駅間の設定は少なく、多くが京王線新宿駅橋本駅間の運転であった。その例外として、2012年8月19日改定で京王線新宿駅京王八王子駅間の列車が2013年2月22日改定で京王線新宿発高畑不動業が1本が設定された。また、 2013年2月22日改定から2015年2月27日変更までは新宿発高尾山口業務2本が運転されていた。2013年2月以前は平日の夕方以降は元山田駅調布駅間での運転となり調布駅橋本駅間は同じ車両で急行に種別変更して運転していた。2015年9月25日改正以降のダイヤでは 多くが、相模原線系統の都営新宿線、橋本駅間の列車として設定されている。2015年9月25日改正のダイヤでは、土休日のみ、京王線新宿発、橋本港も朝に3本、夜に7本の合計10本が、橋本発京王線新宿業も夜に11本が、設定されている。また、元八幡発京王多摩センター業、 元八幡タ発若葉大業や、橋本発筒じが丘業も設定されている。一方、京王、高尾線系統は、平日の夕方を中心に、元八幡タ発高尾山口業、高尾山口発筒じが丘業、高畑不動発、桜上水港が運転されていた。また、高畑不動発都営新宿線直通元八幡タ業が2本、朝には、 京王線新宿発高尾山口業が一本設定されていた。ちなみに、調布方面からの筒じが丘駅折り返しがある理由は2012年8月に、調布駅の地下下で同駅での折り返しができなくなったためである。2020年2月22日改正のダイヤでは、京王線新宿発京王八王事業。 筒子が丘発都営新宿線元八幡業が、それぞれ一本設定されるほか、土休日の夜にも、新線新宿発調布業も設定される。逆に、高畑不動発着、高尾山口発の設定がなくなった。都営新宿線直通元八幡方面の快速、区間急行は、新宿線内各駅に停車するため、新線新宿駅に到着するときに、 各駅停車に種別を変更する。かつては8両編成の運用が多かったが、都営新宿線直通は2006年9月改定で、京王線新宿発着は2010年3月改定で、それぞれ大部分が重量化された。現在では一部列車のみが8両編成で運行される。各駅停車京王線の路線図では、グレー、英語ではローカルと表記される。 京王線新宿駅を発着する列車は、初台駅、旗ヶ谷駅はホームがないため通過する。かつてホーム庁の関係から2600.2700、計算量編成の列車は、八幡山駅を通過していた。平日ピルマと、土休日は、京王線新宿駅、京王八王子駅間の列車と京王線新宿駅、高尾山口駅間の列車が10分間隔で交互に、 平日夕ラッシュ時は、京王線新宿駅橋本駅間の列車が10分間隔で運転される。2006年9月のダイヤ改定までは、平日の夕方以降も、京王線新宿駅京王八王子駅間の列車と京王線新宿駅、高尾山口駅間の列車を交互に運転していたが、京王八王子駅発着のすべての列車が準特急となり、各駅停車は京王線新宿駅、 高尾山口駅間のみの運転となった。また、平日ダイヤの日中時間帯に、高尾山口駅発着列車に接続する北の駅、京王八王子駅間の列車も運行されていたが、2011年7月の節電ダイヤを機に、京王八王子駅発着の特急が準特急へ、種別が変更されたため廃止された。ラッシュ時や深夜には、桜上水駅、八幡山駅、 つつじが丘駅、調布駅、府中駅、高畑不動駅、北野駅発着や相模原線直通の若葉台駅、京王玉センター駅、橋本駅発着の列車も運転される。また途中で種別が変わる列車も設定されている。早朝には、京王八王子発高畑不動業から、高畑不動発特急、準特急京王線新宿業となる列車や、 都営線発区間急行長府業から長府発高尾山口業となる列車が設定されていた。これらの列車は2018年2月22日改正より始発駅から実際の行き先を案内する方式に改められた。都営新宿線との直通列車は大半が笹塚駅発着であるが平日夕方とシニアには筒じが丘駅発着の列車が朝とシニアには 桜上水駅発着の列車もある。また、朝には、元八幡駅、橋本、京王八王子駅間を各駅停車で運行する列車があるほか、高尾山口発の水江行、元八幡行が3本、高畑不動発の桜上水行最終電車が1本、ある。2015年9月25日の改正から2018年2月22日の改正までは、平日夕方に、 八幡山駅発着の列車も設定されていたが、笹塚駅発着に短縮された。2018年の改正より、元八幡駅京王八王子駅間の列車が、平日朝に一往復設定された。京王八王子駅は、都営車の運用である。2020年2月22日の改正からは、高尾駅発着の列車が設定される。基本的に8両、または10両編成。 都営新宿線直通は、都営地下鉄の車両の8両編成で運行される。かつて、高畑不動異性のみ運転するいわゆる区間確定は6両、または4両編成にて運転されていたり、2005年3月改定までは、土休日に6000系7両があった。この区間確定は2015年9月25日のダイヤ改正より、6両編成で復活した。 京王線の各駅停車は多くが京王線新宿駅、高尾山口駅、京王八王子駅、橋本駅間と全線を通す形で運転されるが、実際にはその途中で何度も特急、準特急、急行、区間急行、快速といった急行系列車の接続及び通過待ちを行い、単一駅で数分間停車し、複数列車の退避を行うことも少なくないため、 走行距離と比べて長い所要時間を要する。これは、旅客が各駅停車と急行系列車を乗り継ぐことを前提に、ダイヤが組まれており、急行系列車の速達性を重視していることによる。特別直行四谷新宿駅から五両線の五両、前駅まで月に一度運転されていた。運転時は運休であり、料金は往復のみの発売で、通常の半額であった。 ハイキング特急休日のみの運転で途中停車駅は、明大前駅、調布駅、東府中駅、府中駅、部前河原の駅、静石桜川岡駅、高畑不動駅、平山城市公園駅、北野駅で、東府中伊勢が、各駅停車であった、当時の休行より5分早かった。玉動物公園への輸送のため、高畑不動業も運転されたことがある。後に、 下高井戸駅が停車駅に追加されたが、特急の定期運転開始により消滅した。準急設定時期は不明確ではあるが、戦前には運行されていた。1931年当時の停車駅は以下の通り、戦後は発大駅を通過するようになる。その後も停車駅には細かな変更が続いたが、1963年10月1日の ダイヤ海底で快速に置き換えられる形で廃止された。通勤急行平日朝の上り列車のみ、運転していた。京王新線の開通により通勤急行が通勤快速とともに、笹塚駅に停車するようになってからは急行と通勤急行の違いは、辻が丘駅に停車するか否かだけであった。1992年に、急行のじが丘駅停車により統合をされ、 消滅した。ダイヤ改定よりも営業開始の時期が若干早かったことから8000系もほんの3週間程度通勤休校の運用についていたことがある。特急1992年5月28日から2001年3月27日までの間にも相模原線系統の特急が運転されていた。新宿駅、橋本駅間を速達で結ぶため途中停車駅は 明大前駅、調布駅、京王多摩センター駅と少なく、調布駅での確定への接続廃止後は、相模原線の大半の駅では利用できなくなった。新宿駅調布駅間で休行の後追いとなり、この区間の途中停車駅は、明大前駅だけにもかかわらず、実質的に休行と同等の所要時間を要することもあって、2001年3月のダイヤ改定で、停車駅を見直して、 急行に種別を変更し、調布で、京王、高尾線系統の特急か準特急と接続する形に修正し廃止した。その後、2013年2月のダイヤ改定で復活したが、停車駅は見直され、新宿駅調布駅間は、従来の特急と同じく明大前駅のみ停車し、調布駅から、先の相模原線内は急行と同じになっている。 登場時は主に京王高尾線系等の急行系列車を8000系として区別するため6000系を中心とした運用だった。1995年に8000系の8両編成が登場した後にはそれを中心としていたが、時には7000系も運用につき、末期には登場したばかりの9000系も運用についていた。通勤快速英語では、コミューターラピット。 駅構内の行き先表示装置や京王線の路線図、フルカラー LED を搭載した京王車の種別表示では、青地に白で、通勤快速と表示。三色 LED を搭載した都営車では、黒地に緑で、通勤快速と表示するが、三色 LED を搭載した都営車、三色 LED を搭載した都営車の側面では、通り、回と省略表示されていた。 方向膜は2013年2月のダイヤ海底直前までは、KO 車と都営車では白地に、青で通勤快速、都営車では根地に、赤で通勤快速と表示されていたが、海底直前に方向膜が交換され、KO 車はフルカラー LED 車と同じく青地に白で通勤快速、都営車では白地に、青の通勤快速の表示も見られた。 平日の朝ら主事に、京王線系統と、都営新宿線相模原線系統で、平日深夜には、新宿駅橋本駅間で3本、新宿駅京王八王子駅間で1本、運転されていた。新宿駅東府中駅間は急行と同じ、停車駅であり、その他は各駅に停車していた。京王新線開通までは、笹塚駅を通過していたほか、1992年の、 ダイヤ改定までは、高尾線内にも、通過駅が存在していた。途中駅で、特急や準特急に抜かれる列車もあった。平日の朝ラッシュ時と深夜帯での運転のため、ほとんどが重量編成での運転だが、朝の都営新宿線直通の一部列車は、都営車8両で運転されていた。かつては夕方ラッシュ時にも、京王線新宿駅、高尾山口駅間で運行されていたが、 2001年3月のダイヤ改定で、京王八王子発着の準特急に種別が変更されている。2013年2月のダイヤ改定で、種別名称を区間急行へ変更した上で、通勤時間帯以外にも運行されるようになった。2021年3月13日現在のダイヤで、日中1時間あたりの運行本数は以下のようになっている。 女性専用車は以下の列車で実施される。いずれも重量編成の車両に限られる。該当する車両には白地のステッカーが貼られている。2013年2月21日までは夜22時40分をもって特急、準特急の運転が終了していたので平日夜22時50分以降に京王線新宿駅を発車する下り急行、通勤快速、 快速の進行方向最高尾車両にも女性専用車両が設けられていた。京王線の列車番号の不番方法は以下の通り。2006年9月1日改定より、上り降りとも50本を超える場合は末尾にアルファベットを追加する。XX99、XX98 の次は、XX01A、XX00A とし、XX99A。 XX98A の次は XX01B、XX00B XX とする。1992年5月28日改正以前は3000番台は通勤急行に使用されていた。2013年2月22日改定以前は4000番台は通勤快速に使用されていた。また3900番台は 高尾線内各駅停車となる新宿発着、準特急に使用されていた。2015年9月25日改正以前は、4900番台は、都営地下鉄新宿線内急行となる、相模原線直通の区間急行に使用されていた。2004年以降、事業用車も含め6000系以降の20メートル4、扉車のみが在籍する。 7000系以降及び乗り入れの都営地下鉄車両はステンレスカーである。なお、6000系の段階ですでにホームと車両床面の高低差がほとんどない設計がなされている。東京都交通局の車両は原則として京王線新宿駅笹塚駅間の在来線には入線しないが人身事故などでダイヤが乱れた際にダイソーで入線することがある。 自社車両乗り入れ車両自社車両乗り入れ車両2019年度の朝ラッシュ時再混雑区間は下高井戸駅名大前駅間でありピーク時の混雑率は167%である道路線と並行する中央快速線と比べるとやや低い値ではあるが筒地が丘駅笹塚駅間は複線でありながら重量編成の列車が2分間隔で運転されており 八幡山駅笹塚駅間は平行ダイヤで通常、時よりも所要時間が大幅に増していることから、これ以上の増発は、ほぼ不可能である。朝ラッシュ時の調布駅新宿駅間は、優等列車であっても30分程度を要し、標定速度は時速 30km 程度と非常に遅い。1972年度から40年以上にわたり、毎時30本の運転を行っており、 長編成化を繰り返すことで輸送力を増強した。1995年度から朝ラッシュ時の全列車が重量編成になり、以降は混雑率が170%弱で横ばいとなった。しかし、長編成化に伴う遅延が頻発したことにより、2015年度から実態に合わせて毎時27本に減便している。オフピーク通勤を推進するため、2011年の ダイヤ改定から、早朝時間帯を対象に準特急の運行を開始した。2018年度の1日平均通過人員は、新宿駅発大駅間が79万7378人であり、京王線で最も多い。新宿から離れるにつれて、通過人員が減少し、大田橋駅明大前駅間で69万4154人に、 減少するが、井の頭線からの流入があり、明大前駅下高井湖駅間は73万6596人に増加する。その後は減少するものの布田駅調布駅間が54万2412人であり、新宿駅調布駅間の全区間で1日平均通過人員が54万人を超えている。多大な需要に応えるために、 笹塚調布間は伏線でありながら、日中でも毎時21本の高密度運転を行っている。調布駅で相模原線と分岐するため、調布駅西調布駅間の1日平均通過人員は32万761人に減少する。その後も一貫して減少傾向が続き、玉川を縦断する中河原駅。 成績桜が丘駅間で197,783人に、動物園線と分岐した後の高畑不動駅、南平駅間で119,360人に、減少する。最も1日平均通過人員が少ないのは、高尾線と分岐した後の北野駅、京王八王子駅間で、59,486人で、ある。近年の輸送実績を過表に記す。 表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。なお、かつて、新宿駅付近旗谷駅間には、京王新宿駅、商船新宿駅前駅、青井橋駅、新町駅、天神橋駅、西三道駅、旗台小学校前駅、旗台駅が存在したが廃止された。 各駅の情報は、京王線の新宿駅付近の廃駅を参照。国道20号のもとに潜る京王線京王線の笹塚調布間は、電車運行本数が多いため、いわゆる開かずの踏切が多く存在し、沿線の交通事情を悪化させている。対策として、新宿調布間の連続立体交差化や、複々線化が計画、実施されている。 笹塚長府間の複々線化については、2000年の運輸政策審議会答申第18号では、今後整備について検討すべき路線と位置づけられている。一部では南側に線路を増設する4線効果を前提とした用地の確保や準備工事がされてきたが、後に計画変更された。建設費は約1695億円と試算されている。 2016年の交通政策審議会答申に向けた東京都の検討では、京王線複々線化について、整備について検討すべき路線の対象となっている。答申では、地域の成長に応じた鉄道ネットワークの充実に、シソルプロジェクトに位置づけられた。1978年の京王新線の開業により、複々線化を完了。その後1983年に、 京王線側の発大駅、旗谷駅付近を地下化し、いずれも完了した。ただし、笹塚京王線新宿間上り線に、旗谷3号踏切が残る。八幡山駅周辺では、交通量の多い環状8号線と交差することから、1970年に高架化が行われた。改良を重ねながら1987年には、島式ホーム側の副本線と外側に、 主本線となる通過線、引き上線を設置した現在の廃線となった。また、仙川駅周辺についても掘り割り区間となっており、すでに立体化されている。2004年、大田橋線川間が東京都から立体化の検討を対象とする区間に指定され、そのうち大田橋や幡三山間は国土交通省の2008年度予算案において、 連続立体交差化の新規着工準備区間として認められた。4 3トルの当該区間にある16カ所の開かずの踏切の除去、明大前駅の駅前広場整備などが予定されており、この区間に関してはより交通渋滞の緩和が見込め、八幡山駅付近などの既存線も活用できる高架化が行われることになった。東京都が2011年1月に公開した本、 区間の連続立体交差化及び複々線化事業の環境影響評価準備書において、笹塚筒じが丘間を高架と地下の併用によって、連続立体交差化、複々線化する案が示され、2014年2月28日に都市計画事業の認可が告示された。計画によると、笹塚駅では現在の本線は地下へ入り、引き上線は延長され、高架につなげる。 観光船には、明大前駅と千歳から須山駅に副本線が新たに設置されるが、急行線には明大前駅を含め中間駅は設けられない。筒子が丘駅では、現在の本線の外側に急行線が顔を出す。これに伴い桜上水発出所も高架となる。当初は2015年度に観光線部分を着工し、急行線部分は観光線部分の工事完了を、 待って、2024年度に着手し、2年で完成させる予定であった。しかし、周辺住民の反対や一部用地の取得遅れなどにより着工は遅れた。2018年10月より、第1工区、第2工区、第6工区、第8工区について工事に着手しているが、残りの工区については未着工の状態にある。また、工区は以下のようになっている。 国領調布西調布間並びに、調布京王玉川間は地下化工事が行われた。地下新線への切り替え工事は2012年8月19日に完了した。これにより、国領、沼田、調布の3駅が地下駅となり、18カ所の踏切を解消した。加えて、調布駅が2層式ホームになり、相模原線との平面交差が解消されるとともに、 相模原線の列車同士も、緩急接続を取れるようになった。この後は、国領、沼田、調布各駅の駅舎工事と、駅前広場工事並びに、旧地上線撤去工事を行い、2015年度に完了予定とされている。なお、この工事の過程で、調布市国領庁にて、不発弾が発見され、2008年5月18日に、 処理のためつつじが丘調布間を一時運休した。本区間の複々線化及び、芝崎駅つつじが丘駅の高架化の構想はある。ものの2021年時点では事業化されていない。ただし、地下駅化された調布駅の新宿側は、本区間を別トンネルにより複々線化することを想定した構造で作られた。ありがとうございます。